どうもこんにちは、たまちゃんです。さて、スチームネクストフェスが開催したということで、気になるタイトルをいくつか動画にしていきたいと思います。本日はこちら。三国志の趙雲を主人公とした、見た目ディアブロライクなアクション RPG、スリーキングダムス、ザウユンです。2001年に趙雲伝というゲームがあり、その開発陣が再結成して作り上げた作品とのことです。まあ、2001年というと、ディアブロ2が超売れていて、で、ディアブロライクなゲームがいろいろ出ていた時期ですが、今作は特徴としてコンボシステムがあるというのと、あとは馬に乗っての戦闘が可能になっています。まあ、三国無双や、あとはカプコンの天地を喰らうあたりをハマった方は、まさにあのような戦闘が楽しめそうです。というわけで、早速始めていきましょう。さあ、始まった。見た目は壮観ですね。すごい兵士の数ですが。さあ、ちなみに、日本語はありませんので、これが誰だかわかんないな。ヤンシャオ。ゴングサンザン。結構三国志の初期の方ですかね。こいつは呂布っぽいけどね。赤色で。さあ、まずは、WSD で移動可能ですね。そして、攻撃。おお、素晴らしい。おお、三国無双のような。猛者はかなり出来上がってますね。これ敵かな？お、あ、雑魚敵は硬い。しかし、ボタンを押してるだけでね、もう勝手にコンボになってくれますね。さあ、こいつらをぶった切っていく。おー、いいね。昔のカプコンのゲーム遊んでるみたいだ。この感じ。次は、ライトクリック。これは、ディフェンスかな？そのようだね。ボス戦とかで使えそうだけど。ディフェンスしてみようか。はい。お、ブロック。どうかな？パリとかあんのかな？他には？次は9でなんか使える。お、突撃。クールタイム式ですかね。画面左下。9に E に、R に T ね。次は E を使ってみよう。なんだ、イベントか。おっと、母船か。よし、覚悟。ウェンチャー。おら、危ない。おら、ディフェンス。次は E だ。E で、お、叩きつけ。他には、スペースでどっちだね。あと R で、回転切り？今どうだったんだ？カウンターしたかな？あったあったあった。私のライフは？あ、ほい！やばいやばい！これ負けるんじゃないの？負けそうな気がする。あとは T でなんか使えるけど。あ、ほい！お、とっとっと。おー、負ける！ポーション。ポーション使って回復。よし、T で回転切り。よし、ディフェンス成功した。あ、いけ、難しい。まあ、多分負け戦と見たね、これは。いや、意外といけんのか、これ。あー、やられたー。負けイベントだ、絶対に。いや、どうだ、これ。あ、待てよ。ゲームオーバーになった？負けイベントじゃなかったっぽい。ああ、勝つ瞬間だ。うわあ。はい、ディフェンス。お、どうした？なんかイベントが進行しましたね。逃げ出したか。コウソンさんかな？うん、そんな感じだね。なんかもらったね。ヘルメット、セット。さらに、スピードシステムアンロック。V で、馬に乗れる。まずは、インベントリー。あ、これだ。お、来たよ。ハクスラ定番の、インベントリー画面ですね。これをもらった。左が、今もらった装備だね。まあ、紫だから、レアリティが高いのかな？これ装備しよう。ギア。弓もあるっぽいけどね。で、ここで、V を押す。お、馬を呼んで、あ、来た！おーし、乗り込んで、おー長子竜、いざ参る！ドラララダーさあ、エスコートして、あ、手がいる。よし、馬で、ぶった切るんだ。お、馬の攻撃も違いますね。9で、ダッシュ切りの数多い。強いぞ、こいつら。技をどんどん使っていかないとね。雑魚でもなかなか硬い。
ね、クールタイム式でどんどん出せるから、とても気持ちいいですね。こっちなんかあるかな？ちょっと行ってみようか。さあ、ディフェンスで防いでいく。ちょ、まだ慣れないな、操作が。回転切りから。お、いっぱいそこは敵が。抜けろ。お、あいつ、なんかボスっぽい。あ、中ボスだ。さあ、防いだ。女だ、勝手にジャンプしたな、今。どうやったんだ？ジャンプはスペースバーか。おいし、ディフェンス。あれ？あ、待って待って。やられた。これでエスコートは完了したようだね。ここは街かな？いや、拠点か。おう。クエストをください。さらにもらった？シギル。なんか紋章もらった？これか？サンダーアタック。どうやって使うの？ワンスロットって書いてあるけど。なんか穴が開いてんのかな？装備品に。ソケット穴？これどんどん交換していいのかな？いろいろ回収してるけどね。いつの間にか。これはなんだ？タブレット。トパーズタブレット。宝石か。他に、コンパニオン。まだここら辺見えませんね。アンロックされてる。スキルもだ。これはなんだ？インタラクト。ウェイポイントですね。お、まさに。ディアブロライクだね。あれ？タブを押したら、武器が変わりましたね。あ、弓だ。これで弓が使えるんだ。これでどれくらい戦えるんだ？あ、いっぱいいる。まず Q で、連射。それと E で、拡散式の弓を放ちましたね。矢にこれ限りあんのかな？今のところなさそうだけどね。次 R。R で下がりながら撃つ。ちょっと見えませんでしたが。さらに T。T でアローレインかな？おー。派手だ。レベルが上がった。あれ？ 41 になった。はじめからレベルが高いですね。まあ、どっかで剥奪される可能性あるけど。うん。ただ切るだけじゃないね。だからなかなかまだ難しいというかね。でもそれだからこそ面白いね。おっしゃー、あったい、よし、いいぞ。俺もちょいだ。あー、削れる、削れる。あー、あ、やった。負けそうだったが、やりましたね。馬に乗った状態で弓も撃てる。あ、降りちゃった。せっかく読んだのに。あ、なんだ？あれ、敵じゃないの？え、え、敵は侵入してんの？これ。マジか。拠点に入ってくるんだ。すごいな。さあ、シフトダッシュで引きまくっていく。うん、馬の戦闘も面白いね。まだ慣れないけど。馬用のギアとかもあるんじゃないのこれ。うわぁ。おりゃららら。懐かしい。いいぞ。ここではめ殺すんだ、みんなで。よし。今だ、やれ、必殺。うわぁ。無双アタック。やばい、回復する。あいつ、壁にはまってんのに、なお強い。よし、俺はやったー。ああ、ガオラン、打ち取ったりー。さあ、お宝で、なんか、レジェンダリーっぽいものが落ちてますね。回収した？赤色の何か拾った。やった。これか、弓のようだね。ルーンが3つはめられる？それと、ホワイトレインボー。なんかついてるね。ノーマルアタックが 10%。クリティカルチャンスが上がるかな？これを設定するには3スロット必要。これいけそうなんだけどね。ここに。どうやってはめればいいんだ？これかな？インスクライブ、ルーン。ここではめられそうだね。現在のヒーローのアライメントがサンダーストラックっていうものになってるっぽいんだけど。あ、弓を設置して、こうか？はまった。こうじゃないな。これキャンセル。こっちだね。3スロット。3つ分はめられましたね。まあ、このルーンにも、レアリティとか、いろいろあるんだね。で、お金を払って、コンファーム。設定完了かな？フォージ。何か作れる。材料があれば、作れるっぽいね。これ、この色こそレジェンダリーだよね。さっきのはじゃあ、レジェンダリーとはちょっと違うのかな？赤色の武器はね。さあ、敵の大群がいますが、こちらそれなりにダメージもらうけど、お、いろいろ拾った。
すごい拾った今。ここで F でなんか回収できる。あ、木を切り始めた。ギャザリングみたいな、そんな感じか。お、連続技。これがコンボシステムかな。なんか押す順番によって出る技が変わる感じですね。では今回はここまでにしましょう。いや、思っていた以上にディアブロライクな三国志でしたね。クオリティがめちゃめちゃ高いです。これは今後なんか新たな定番のハクスラゲ、その一つとして名を残しそうな、そんな作品となりそうですね。まあ、なので製品版になったら再び動画にしていけたらと思います。じゃ、というわけで実況はたまちゃんでした。